ングランド、やはりチングランドだった。サッカーの国際親善試合は7日、各地で行われ、イングランドがホームでアイスランドに0-1で敗れた。14日に開幕する欧州選手権前最後の試合を勝利で飾ることはできず、約8万人で埋まった聖地ウェンブリーはブーイングが響いた。欧州選手権で優勝候補に挙げられる FIFA ランキング4位のイングランドは、同72位のアイスランドに枠内シュート1本のみに止まった。フォワードケインとフォワードフォーデンが決定機でシュートミスをするなど、ことごとく枠を外れた。人口20万の国に負けとるわら。これがサッカーだ。アイスランドの監督って愚蠢戦か？これぐらいでも国やからいくら少子化でもこういう意味の国は滅びんやろけど。マグワイアー、グリーリッシュ、マディソーン、早く来てくれー。サウスゲート、早く去ってくれー。アイスランドすげーな、前にドイツにも勝ってなかったっけ。これでもそこそこ勝ち進めるところが森保と似てるサウスゲート。これがチングランドか。前評判だけいつも高いイングランド。いつも思うんだけどイングランドってメンツいいのに代表弱すぎない？サッカー発祥の地なのにワールドカップ優勝してないどころか GL 敗退しまくってるからな。自国開催で決勝に一度ドイツに青鳥で優勝しとるわ。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。